天候は曇りの発表でしたが、薄い雲から日も差してくるようになっています。中盤、富山が制す。アルトゥールシルバーシュート、糸を引くようなシュートでしたが、わずかに枠の上でした。このパスは富山、おお、アルトゥールシルバー奪ってドリブル持ち込む、右サイド川西、中田いけるか、吉平翼先制はカタール富山。吉平がいました。先制はカタール富山です。差はわずかに1点、76分です。と巻いてきた、キーパー弾いた、まだある、シュートまで持っていけるか。富山が守る、しかしこれはさぬきがもう一度ボールを収めました。川崎、松本また中に入ってくる、シュートチャンス作れるか、エリアの中、おと入ってません、入ってません。富山のボールになりました。高橋、川西、足元収まった。今川西一人、後ろから佐々木陽次来た、川西シュート、わずかに枠の左抜けていきました。一旦戻して中にボールが入る、ヘディングで戻した富山、ここで試合終了、守りきりました富山。